ラブサタインフォメーション。<laughs> ラブサタ。三百七十六回目です。ちょっと違うな。うまくいかないね。な,なかなか私たち二人はセクシーに向いていない。うん、できなかったな、今。な、なんでこれやったかというと。うん、あの放送始まる前に、<う>いつもあの防災インフォメーションが入ると思うんですけど。うん あの前にね「ブラサタ」でニュース読んでくださってたヤギアンナの声がうもうやたらエロいねっていう <laughs> 防災インフォメーションなのに <laughs> 今のすごくエロくなかった。<そう> <laughs> 今日なんかいろいろバタバタして緊張してたんですけどですあの生でねちょっと電話をつないだりとかもするので、うんはいろ、はいろ緊張しててあざみさんも「はあ緊張する」とか言ってたのにうん、うん、<laughs> それ聞いた瞬間に「お前ものすごくエロくなかったですか?」って <laughs> 他のスタッフに同意を求めるっていう,うななんだ今のって「<laughs> 防災インフォメーションですよね」って <laughs> なんか今「無駄にエロくなかったですか?」って言ったら「<laughs> ですって言ったね。納得みたいなそやぎさんはねんだろうねえろさがあったねかもし出す感の声からかもし出すエロさがあるけど私たちには全くない声からかもし出すエロさはないかもしれないね頑張ったんだよこれ始める前にみっちゃんもう一回やってよみっちゃんやってみてちょっと待ってよえっとこれか「ラブサタ」 インフォメーション <laughs> もう絶対無理なんだよ <laughs> どんなにエコーかけてなんかそれっぽくしてもどうにもなんないんだよなインフォメーションってだってもともとエロい言葉じゃないもんね <laughs> そうだね <laughs> もっときっちり言わなきゃいけない言葉でしょでもヤギさんが言うとエロくなっちゃうんだよね <laughs> あの多分本人が別にね<も>狙って出してるわけじゃないからそうちゃんと言ってるんですけどね ね、どうしてもなんかそういうふうに聞こえちゃうな,なんか出 <laughs> ないんだな、うん、私たち <laughs> もう少しちょっとエロさがあってもいいのかもしれないけど<う>なくてもいいかにねねはいいらないけどさて はい、こちらはですね、解散監督。あ,あ,あ、そうなんです。すいませんね。<laughs> 私がちょっと失敗したもので。失敗というのかなうん、ねあの、うっかりというのかなうっかり道ちべ、うん。うっかり道ち<米>べが <laughs>。<laughs> 今日お口が滑っちゃったのね来ていただいておりますえ快速カーサミさ,さんです <laughs>、はい、ありがとうございます,いますみっちゃんアサミさん選手は誕生日メッセージいただきありがとうございました感謝感謝です、うん、結局誕生日の当日は通常の日と変わらず会社でのトラブル対応などでバタバタして1日が終わり帰って寝るだけのスペシャルデーになりました<ー>でも大人になるとあんまりさ自分の誕生日って、うん ちゃんと祝ったりしないよね、もうね。<laughs> まああのー、もし一人とかだったら、うん、ちょっとだけ奮発して美味、うん、しいご飯を買って帰るとか、うん、しちゃうかな。そうだね。うん、ただなんか特別に。 じゃあもうこのお店予約してとかはないうん、うんまあ、誰かと一緒だったらあるかもしれないけど一人はなかなか,な,か,な,か、ね、ないですよさて先週のラブサタ、はい、忘れたガール飛ばしたガール <laughs> 飛ばしたガール <laughs> 飛,ば飛ばしたガールに近いけどね <laughs> 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 はい、というぶらさた信号がまた生まれましたねあさみさんさすがです今後ともよろしくお願いいたしますそういえば先週金曜日の本社出張時、うん、元職場で久しぶりに A ちゃんに会いましたうん、うん、相変わらず周囲の状況を考えず海賊あさみさんとでかい声で呼ばれたので無視しておきました海賊あさみでした、うん、<laughs> 無視したの <laughs> A ちゃん元気なんだねね<え>、うん、よかった元気そうでなんか久々に聞いたそのフレーズ、うん、<laughs> 確かに でもきっと無視しても、うん、もうアサミさんはって寄っていくタイプですよね A、うん、ちゃんはねきっとねかなりお強い方ですよね <laughs> そうだね <laughs> あのアサミさんの話に聞く A、うん、<laughs> ちゃんはね,そ,ねはそしてたかちゃんまんさんが、うん、まず海賊アサミ師匠お誕生日おめでとうございます、うん、体に気をつけて素敵な一年をお過ごしくださいそして神様のお題難しかったです今日ね あのー、今日はさみさんねさんのだいぶ秀逸なお題を送って頂い,いて一回もちゃんと言えなかったですからね浅見、うん、さんね言えなかったですね <laughs> シャンソンカスになるし <laughs> ジャズ操作なるしジャズを操作するのかっていうね <laughs> だいぶ難しかったですね難しかった、うん、そして9月に入る好きな DJ ランキングの締め切りもうすぐです、うん、あなたの一票がブラサタの未来を変えるかもしれません、うん、ありがとうございますありがとうございますい皆さん本当に、うん、今日のテーマで先週北海道旅行に行ってきたんですが、うん、クラーク博士像を見に羊ヶ丘展望台に向かう土地途中途中<地> <laughs> はい、ひどい「水曜どうでしょう」の聖地を通ったので思わず寄ってカメラを構えて撮りました高台公園と北海道テレビの曲者の写真です、うん、来月でテレビ局は移転するそうで、うん、今のテレビ局はゆくゆく取り壊しになるとのことでそうなんだ写真撮りまくりロビーにいた警備員さんも「どうでしょう」ファンで「どうでしょう」の話に花が咲きました、うん、そんな写真を送りま警備員さん。<laughs> 盛り上がっっちゃた好きで警備員になったのかもしれないねもしかしたらねそれかもともとファンだったけどお仕事としてそこに配属されたのかもしれないたまたまね。ということで皆さんがよく見たであろう駐車場のねよくあるどうでしょう風景ですよね。中にパネルとかも展示されてるみたいですよ。 いいな、なんか大泉さんかっこよくなりましたよねなんか痩せたよねま,まあ元々でも細い方だけど、うんだね、髪型はやっぱ変わったかなって私は思うんだ <laughs> あのあ、あのもうパ,パーマは見れないんだなきっとっあれでも天然でいらっしゃるもんね天然ですよねそうですよねでもまあまあいろいろパーマもかけられるだろうしお金、うんね、あるでしょうか <laughs> <laughs> そっち もう最近のねあのこの間ぴったんこカンカンにあこの間じゃないずいぶん前かぴったんこカンカンに出てらっしゃった時に <laughs> 大泉さんの髪型が全然違うと思ってもうだってさ、うん、ナックスの皆さんもいろんなドラマ出てらっしゃるしねみんな有名ですよねすごいね活躍されててそれぞれ、うん、ねいいなそしてちゃんまいもはね 活躍したいなってことねそうね、えー、みっちゃんさんみ本放送お疲れ様でした朝ごはんはオレンジケーキでした、はい、本放送でヤモリが珍しいとお話をされていましたがそうなんですか、うん、というのも私の住むうどんという名の田舎、うん、<laughs> うどんという名の田舎って、うん、この夏はヤモリパラダイスでした、うん、毎年ヤモリパラダイスですこの季節だと毎日最低5匹は見ます、うん、しばらくヤモリとだるまさんが転倒して遊んでいたくらいです、うん どれが動いたか分かんの <laughs> 大丈夫 <laughs> 何匹ぐらいやってやんだろそれでさっき「ヤモリを「タモリ」と打ち間違いで思ったんですよ、はい、携帯の打ち間違いって結構あるよね、うんえー、それで分かったんです「香川にとってのヤモリは東京にとってのタモリさんなんだ」って、うん、タモリさんイコール芸能人の意味です、うん、だって東京の人半端ないって渋谷駅前でインタビューはうろうろしようのに全然反応せんもん言うといてや日常茶飯事なんやったらって言われたんだけどインタビューされたことないなでも私。 私はありますけどねあ、ほん避けちゃう銀座であ、銀座結構やってるよね銀座はね結構だいぶ土日とかすごいやってるねあの歩行者天国になってる時とかにねなってますよね一方前世紀のエレキテル連合が来た時の地元のイオンも大概半端なかったですあれはカメラ向けますよ人のありさまにっていう本人たちじゃなくね見ている人たちの写真を撮れてるね 人がねいっぱいいるとねそれだけでねなんかもう私は気持ちが慣れてしまいますからなんかでもさたまたま行ったところでさ、うん、すごいなんか人がうわーっていると、うん、何何やってんだろうってつい見に行っちゃうよね。 誰がいるんですかい聞いちゃうかもしれない。<laughs> あのほら、行列もさ、な、うん何だかわかんないけど並ぶ人とかいるでしょ。<laughs> いるのかないるんだよ。そうなんだ私、以前、あの観光地でアルバイトしてた時とか。うんうん、な、何もわからず並んでる人いましたよ。へー、これ何の列ですかって並んでからだいぶ経ってんのに聞かれたりとか。うん、え、何のために並んだのみたいな。<laughs> <laughs> 方もね結構いらっしゃるんですただただ野矢馬ってことですねその人日本人は意外と多いみたいですけどねそうだよね確かにそして親知らず治療中さんが、はいうん 今日のテーマで「ブラサタファミリーの写真あれこれ」を聞きスマホの写真のホルダー見返してみました。うん、俺もシャンシャン見たことあります。うん、写真も撮ってあるので添付しますね。ということでな、えー、ちなみに皆さんが思い描いているシャンシャンと俺が写真に収めたシャンシャンは少し違うかもしれません、うん、撮影場所も某スキー場だし、うん、みっちゃんあさみさんブログに写真を載せるならどうぞご自由に、うん、リフトに乗るタイミングでギリギリ,ギリ写真に収めたので多少の手ぶれはご容赦くださいって言う あのシャンシャンってカタカナで書いてある、うん、名札を首から下げた置物のパンダが <laughs>。あのピンクのゴーグルをつけてます。<ー>ん <laughs> なんか石ゆス,スキー場にいるから雪だるまに見えなくもないんだけども、よく見ると全然違うパンダルマだよね。うん、普通パンダルマ <laughs>。パンダルマ。<laughs> パンダルマ。新しくないパンダルマ。パンダルマ。 ななんかありそう気がするけどいやこれをなぜシャンシャンたももうなでシシシシャャャャンンンンに言いくって言いたくなっちゃうんだろうね今もう世の中とりあえずシャンシャンパンダはシャンシャンパンダをシャンシャンって言いたくなっちゃうんだろうなきっと乗っかっちゃう感じだよねきっとねみんな乗っかってくるよねこれだってどう考えたってシャンシャンじゃないもん全然違うけどスキー場にはいないしね

コロナせるんですけどそうね運動神経はね<き>、うん、基本的にはああいうチアリーディングとか、うん、機械体操系が多分得意なんだよね走るのは得意だったけどうもう遅いですけどねもうはなちゃんにすら追いつかないと思う時あるから <laughs> そりゃそうだよ本当。速 <laughs> いの本当は全力だからねはちゃんは全力そう <laughs> いつだって全力だよ <laughs> 周りの子と比べてさ、うん、全然違うのよ <laughs> 走り方が <laughs> 骨格がもうちょっと出来上がりつつあるっていうか <laughs> なんかまだねよたよたって走るの同じ月齢ぐらいの子たちね、うん、もうはあ、うん、<laughs> ちゃんはピューンっていっちゃうから <laughs> もうみんな追いつけなくって <laughs> すごい全く二歳児と思えない速さ。 でも確かにね、うん、2歳…あの写真見ても2歳児には見えない、うん、見えないんだよね <laughs> ほんと3歳半ぐらいとかに見えるからねぱ<え>っと見大きいもんねちょっとね大きいし重いしもう 15kg 以上あるからこの間もねもトランク遊びに今ね待ってるっていう <laughs> 最近ね「あ失礼?」って言うの私 <laughs> あ失礼って <laughs> 失礼っって言って言ると思う,もうなんか毎週新しい言葉がこう増えていくんですけど <laughs> 言うことがなんかちょっと「あちょっとすいませんと <laughs>」とか「失礼」とか大人っぽいんですよね,本当だね言うことがねかわいらしいというよりはそうね、うん、いや面白いな <laughs> 毎日成長してるもんねだってね子供ってみんなね、うん、そういう感じだよね楽しいなって思いますけどね、うん、そうなんですあのちょっと先ほど言お,言おうと思ったんですけどあさみんさんのねなんかメールがなぜかあの開業されずに全てあのなんて言うんでしょう一つの文章でそのまま来てしまっているので。しかもね、うん プリントアウトできないんですよ。なんででしょうね。なぜか文字があのでプリントできないんですね。そうそうなんか特殊なフォ、あのー、ーマット使われてますか。<laughs> どうなんだろうね。ね、ちょっとそれだけがね<う>気になってね。あのね、そう、うん、ラブサッタ宛テのものがねダメなんですよね。うん、不思議ですね。以前何週間か前にブラサッタ宛テに来たやつはいつもの本当、うん、で。 ちゃんとプリントアウトもできたんです。けどたまにでもね、いらっしゃるんですよ。そでね、あ、そうそうそう,そう。うん、うん、たま、なんかたまたまのね、うん、相性とかもあるのかもしれないけど。ね。うん。いや。いやいや,やいや。今日はなんかでもね、もうね、バタバタしてたもんでさ。そうですね。<laughs> そう,もう,もう。でも、バタバタしてたのは、この、なんていうかは。 私の方で私ほうで今もちょっとバたついた感じしたけどちょっと十字時台がね結構あの忙しかったねいろいろとあったかねあのこのファンケルさんのねカロリーミットちゃんと飲んでますよ私もいやでも私もね飲み始めてて今この夏まあこの冬に向け私当結果出したいの今。 って思うでしょ私も結果出したいのみーちゃんの男の腰壊すよフラフープやって一回壊したのにあのちょっとねちゃんと調べて腰を壊さないやり方ちゃんと膝を落としてじゃただただやればいいってわけじゃないねそうなんです膝を落としてやるというのに気づきえ、今また頑張っておりますやってるんだウエストには効きそうだよねあのね初めて すぐ筋肉痛くるんですよ。うん、腹筋と背筋に。うんうん、でも次の日もやるじゃない。うんうん、で、ちょっとあのエクササイズ用なんで内側がボコボコしてるんですね。うちの。わ、うん、かる。<laughs> それがね、うん、当たるとめっちゃくちゃ痛いんですよ。そう <laughs> 筋肉痛の中。それやっぱ刺激をしてるて。すごいすごいの。もうだから二日目三日目あたりはもう回し始めてこれひょーって言いながらもう。<laughs> 今日って何ですか。痛さが、痛さがもうどうにもならないから。思っちゃって。もう、昨日って言いながら回してる。で、右回ししたら、左回しってなると、またちょっと違う方使うから。うん、ひょうって言いながら、また回してます。何ですか、その悲鳴が。<う>悲鳴の方が気になっちゃう。<laughs> でも、夜な夜な部屋でぐるんぐるんで、フラフープを回してる女っていうのもちょっと。<laughs> なんですけどね。 いやーでも朝一ねなかなかできないもんねそねうね、ん、時間がなかなかないんでねいやーもう昨日ねちょっと久々に夜空を見上げてみましてうん綺麗、うん、だったな <laughs> <laughs> どうしたの <laughs> 星空見てる最近今ちょっと私「報道ステーション」を見てあの影響されちゃったんだけど <laughs> <laughs> このね、星を解説する方がね昨日ゲストでいらっしゃってね面白かったなと思ってでもこの方の説明を聞くとみんな星が見たくなるんですって <laughs> ええー、現に見たしね完全に影響されて <laughs> ちょっと星見てくるわってちょっん出てるね <laughs> いやなかなか最近さ 星を見上げるってことがなくなっちゃう星じゃない空を見上げるってことがなくなっちゃう夜ねそうねなかなかねそう昔はよくな星空見ながら歩いて家に帰ったななんて思いながら結構好きだったんですけどね星空とかもでもどこに何があるかなんか全然わからないですけど冬はわかるじゃんオリオン座だけあ あ、あ、オリオン座バカの一つなんかすごい光ってるあれがシリウスかなでもなんかあの白鳥座みたいなの見てあ、ペガとアルタイルみたいなわかんないけどちょっとなんか知ってる言葉だけをこう言ってみるみたいなねでもちょっとプラネタリウムに行きたくなっちゃった昨日見て最近のプラネタリウムすごいもんねあ、そも。音とすごい綺麗にマッチしてとかもあるからね ちゃう人いそうだよねそうだねうだってソファーとかも見るソファーとかもすごい最新のになってたりしてでさあの解説する方の声とかもすごくいいじゃないか<う>心,心地いいのよねそ<う>なぜこの声って <laughs> でもさ,でもさ私たちがさ「<laughs> 星の解説」<laughs> 見てこれ <laughs> 見てくださいこの形 <laughs> これがですねみたいな。か <laughs> んじゃうんでしょまた。噛んじゃうで 何 <laughs> ですかこの星はみたいなちょっとあ,あれですかね、うん、<laughs> ちょっと調べますね <laughs> みたいな <laughs> そうねそんな解説になっちゃうよねきっとね <laughs> 本当にいやもう絶対ジェットストリームとかできない <laughs> <laughs> やるけどねもしニーズがあるなら <laughs> <laughs> この声えて <laughs> できるかなーニーズがないと思うけれど、うん、<laughs> ニーズはないかなわからないけれどあんの渋い声は出せないもんね,ねでも大沢さんは渋いというよりはどっちかっていうとちょっと透明感のある声だ、うん、そうだね,ね<え>柔らかい声かもしれない、うん、だったらできるかもしれないよもしかしたら、うん、でもだいぶセクシーさもなんかと私たちが <laughs> セクシーさ まあ確かに伊部雅人さんとかもすっごいセクシーな声、ね、セクシーな声だね。ジョウさんもね。うん。ジョウさんもすごいよ, <laughs> よかったね。いいよね。<laughs> どの目線で言う？かね、<laughs> あの声は好き。いや素晴らしいよ本当に。<laughs> ジェットストリーミ <laughs> 低すぎて声が出なしない。<laughs> 今ごめんかければよかったね。<laughs> あちょっとみーちゃんかけてやってみてよエコ。今？うん。 ジェットストリームダメだなんかもう <laughs> もうね <今 S 1> 私に夜が向いてない <laughs>